どうも、正大です。毎年この季節を本当に楽しみにしてます。今年もこの季節がやってきた。アサシンクリード最新作、アサシンクリードシンジケート、というわけでですね、ゲーム好きなら知っていると思います。アサシンクリードです。皆さんね、アサシンクリードと言ってね、わからない人もいると思うので、簡単にささっと、説明します。このアサシンクリードはですね、いかに綺麗に暗殺できるかというゲームです。ターゲットがいるんですけど、そこに行くまでに、そのターゲットに向かうまでにね、いろいろ、まあ憲兵やら何やら、兵隊さんがいるんですよ。それを、いかにバレずにね、ことを起こさずに、その標的にたどり着いて、何もなかったかのように、暗殺するというゲームです。まあ、簡単に言ってしまうとそういう感じなんですけど、ただね、このゲームの素晴らしいところは、暗殺をするところではありません。僕が一番このゲームすごいなと思うのは暗殺ではなく、世界観です。世界が本当にすごいです。昔の時代なんですけど、本当にね、昔の時代の、風景っていうか建物みたいなね、すごいリアリティに再現されていて、しかもね、まあ今の世界でね、世界遺産になっている建物とかがね、そのまま出てきます。なのでですね、普通に観光もできちゃうんですね。例えばこの新作のアサシンクリードシンジケートはですね、1868年のイギリスロンドンです。なのでですね、まあ多分産業革命終えたぐらいかな。終えてちょっと経った後の、ロンドンだと思うんですけど、なんとあのビッグベンね、ロンドンで、時計塔と言われているあのビッグベン出てきます。しかもそのビッグベンとかにね、登れちゃうんだよ。建物登れるの半端ないよ。なので、僕はこのアサシンクリード大好きな理由は、もう本当にすごい、世界観、世界が半端ないんです。もうね、あの世界を見てしまったら、いや多分ね、お金払って観光行く必要ないと思います。だってこれ一本で世界遺産の建物見れるんだもん。なので今回の新作がロンドンということで、ロンドン行ったことないのでね、本当に楽しみにしました。このゲームが出たおかげで僕は、まああくまでゲームの世界ですが、ロンドンに行ってきます。しかもこのアサシンクリードを今買うとですね、なんとおまけでこういうのがついてきます。僕はこれ開けないんですけど、中はね、ファン必見のものですよ。ぜひね、買ってみてください。皆さんゲーム好きな方はですね、ぜひアサシンクリードシンジケート買ってみてはどうでしょうか。面白いです。アサシンクリードは本当に面白い。目指せシンクロ率 100%。 それでは私はこれから産業革命時代のイギリスに行ってきます。歴史大好きな方はぜひやってほしいです。時代背景本当にわかるからね。それではまた会いましょう。バイバイ。